木村光弘は、日本の政治団体、一水会代表。月刊レコンキスタ発行人。元統一戦線義勇軍議長。慶応義塾大学戦没者、追悼実行委員会委員。比較憲法学会、三田文学会、日本ペンクラブ会員。一般社団法人世界愛国者、交流協会代表理事。国際組織、那所元常任理事。 愛国者インターナショナル世界大会実行委員。モスクワ、パリ、ウィーン等、世界愛国者会議に数度にわたって出席。東京都文京区出身。慶応義塾大学法学部卒業。1956年東京都文京区、小石川生まれ。小学3年で日野市に移る。ベトナム戦争中に、隣の立川基地から旋回してくる。 米軍輸送機の飛行に疑問を持って育つ。高校は国士官高校に入学。入学式で軍艦マーチに合わせて入場してくる。学校長の演出に圧倒され共感する。高校の友人たちと軍艦研究を行う。1972年、群馬県前橋市で開催された日本教職員組合定期大会講義活動に高校の先輩と共に参加。 本格的に右翼活動に目覚める。1978年、当時所属していた日本青年社の尖閣列島領有決死隊の一員として尖閣諸島に上陸、東大を建設する。以後、同島へは2回上陸し、領有権を主張する行動に努めた。1981年、反米愛国、高祖求国、民族自決、反権力を掲げた。 新右翼、統一戦宣言優遇の結成に参画し議長に、日本のアメリカからの独立を求める、ヤルタポツダム体制打破へ向けた活動を展開。特に、右翼民族派では、画期的な、池ケ米軍住宅建設反対運動などの、戦いを実践。1984年7月、新雑誌 X1984 年8月号に、同社編集長。 丸山実と雑民党の東郷健が昭和天皇がマッカーサーに犯されているイラストを掲載このことが右翼から不敬とされ問題視される。これを掲載した東郷と野村修介、鈴木国王があるパーティーで肩を組んで取られたスチールが噂の真相のグラビアを飾り、新右翼は極めつけの不敬者と親しいのかとの批判が右翼内部から巻き起こった。 これに対して何者かが新雑誌 X の事務所と東郷県の自宅を襲撃。一方、木村は公開討論会を東郷に要求していたが、東郷はこれを拒否。偶然にも新宿区の路上で東郷と出くわした木村があなたは東郷県でしょと問ったところ、東郷は私は違うと否認した。村はこの東郷の白を切る態度に抗議して、 殴った。その後、統合本人は、肋骨を折られたと言っている。そして、反権力を主張していたものの、統合が被害届を出し、木村は傷害罪で逮捕される。1988年、慶応義塾大学法学部に入学し、英語の単位習得に苦労するも、社会政治活動と両立させ、1996年、卒業、学士、同年、 慶応義塾大学三日会の会員になる。在学中は憲法改正論を研究テーマに卒業論文を執筆する。その後、慶応義塾大学大学院法学研究科科目、通り修正となり、外国法を学ぶとともに、慶応義塾大学の OBEU 誌で、学徒出陣塾員塾生の出生兵士の資料を学ぶ。年、一水会書記長となる。 4月にバグダッドを訪問し、バーストーとの間に反対国主義、民族自決を原則とする議定書を交わし調印。台米自立という観点を堅持しつつ、国際的な視点から湾岸戦争以降のイラク、ナトー空爆後のユーゴスラビアなどを訪問。その他、フランス、ドイツ、ロシア、リビア、シリア、マレーシアなど、各国の民族主義政党、団体と交流し、 民族派同士の国際連帯を構築している。イラクには20回以上足を運んでいる。1998年、バグダッドに本部のある国際組織ナショ常任理事に就任。2000年2月、一水会代表に就任。2002年、ロシア自由民主党のジリノフスキー党首が主催する世界右翼政党会議に参加。フランス国民戦線などとともに、 愛国者インターナショナル会議に参加。南北問題の是正と反グローバリゼーションの活動を展開する。2003年3月、アメリカのイラク侵略攻撃に断固抗議。侵略直前、バグダードでの国際会議でアメリカの侵略戦争に抗議する。イラク攻撃の理由とされた大量破壊兵器保有疑惑については、一貫してイラクは大量破壊兵器を保有していないと。 攻撃前から主張。2007年1月、前年12月に処刑されたサダム・フセイン大統領の追悼会を日本で唯一行う。一水会期間誌、月刊レコンキスタでは、追悼文を掲載。著名な講師陣を招いての一水会フォーラムの講演録をムック化した、せめぎ合う言霊を発刊。また、木村ゼミを主催し、右翼民族派の思想と、 行動を毎月1回講義している。2009年度は第6期生まで数えている。2010年1月18日、フォーラム人望庁と現代真相研究会主催の緊急シンポジウム、新選組化する警察検察官僚が日本を滅ぼす。に、青木治む、魚住明、大谷明弘、岡田はじめし、郷原信夫、佐藤優、鈴木宗を、 田原総一郎、平野貞夫、を、宮崎学らと共に参加した。フォーラムの中で、木村は、ネット右翼について論評し、差別用語や別視する、言葉、相手に対して、えげつない言葉を使っているとして、右翼の品格にあらずと批判した。2010年5月、グルジアからの独立を果たした南オセチア共和国を、一水会代表団として訪問し、ここ糸井大統領、 外務大臣、国会議長らと会見した。その後、ロシアのモスクワにて、北方領土問題の解決や、日露関係の打開のため、ロシア外務省のガルージン局長と会談。2010年8月12、13日、東京にて、世界平和をもたらす愛国者の集いを開き、国民戦線のジャンマリール・ルペン党首ら欧州の愛国政党党員を招いた。翌日、 彼らを率いて、靖国神社を参拝する。ありがとうございます。